失礼いたします。はい。遅くなりまして申し訳ありません。あ、失礼いたします。失礼いたします。住職の長男のと申します。本日はどうぞようこそお越しください。よろしくお願いします。お願いいたします。お時間取っていただいてどうも。すみません。申し訳ありません。私は豊田といいまして、いろいろ仏教全般のことをすごく興味があって、はいろいろ調べているわけですけど、基本的にはその法華経最大地という、今のところそういう結論というかね、研究の結果そういう形になってまして、この間聞いたら、一応その法華経最大地の根拠となっているのが、ある意味無量義経ということになりまして、最強と言われるところですね、で無量義経はその、義経であるということが、学会の定説だっていうので、そうですか。いやいや、そういうふうに ご住職ってか、お尊師がおっしゃったっていうので、そんなことないですよ。ああ、そうでしたか。はい、じゃあ、そうしたらいいんですけども、もしその無量義経が義経とかね、中国戦術、中国戦術ってことは、イコール、ほぼ義経に近いというそうですねことになりますので、私どもの浄土真宗の拠り所としています、仏説観無量寺なんかですね、中国で成立しておりますし、そうですね、無量寺経はサンスクリットがあるんですけれども、お釈迦様がおっしゃったということですけれども、だいぶ時代を隔てて成立したものでありましてですね、直接おっしゃっている教えかというと、大乗仏教自体が大乗非仏説などと言われてますのでですね、そういう意味ではちゃんとお釈迦様の直説かどうかというと、実際おっしゃったことじゃないかではないんじゃないかというようなことが大乗仏教のほとんどかと思うんですけどね、今それこそそれは仏教界のまさに定説っぽい感じがあるんですけど、しかし少数派というかね、圧殺されてる感はあるけれども、やっぱり大乗が秘仏だっていうことを、じゃあ本当にそうかっていうね、絶対たる論確証っていうのは結局ないわけですよね。そうですね。そう推定される。そうですね、むしろ法華門の方からすると、全部含めて、もちろん浄土三部教も真言三部教も全部含めてね、大乗がまさかその完全な秘仏説であるということは、私どもはやっぱり納得はしてないわけですね。その反証に対しても、見比べてみると、法華門側からの大乗仏説っていうそういう論証も別に何ですかね、負けちゃいないわけですよ。だからこれはやっぱりその大きな仏教の流れから言ってね、仮にもし大乗仏教そのものが全部仏説じゃないと仮定した場合ね、そうするともうそもそも女人は成仏しないし、悪人も成仏しないし、二乗もダメだし、お坊さんダメだし、そうなってくるとお釈迦様自体をね、もう尊敬するに値する宗教家ではないんじゃないかっていうことになっちゃうわけでね。だから基本やっぱり時代の流れの中で、そのいろんな当然後々の転化されたものとかね、その時代に合わせてその言葉遣いが変わってしまったことはあるとしてもですよ、根底底流に流れていた御説法はやっぱりその、釈尊がね、本当にそのほぼおおむね根幹の部分は一代においておときになられたんでなかろうかっていうのが、私の今までいろいろ勉強してきた結論なんですけどね。ですね、そうですね。またそうでないと浄土門の方でも、その信仰が成り立たない。成り立たないんですね。ね、お釈迦様は一代のお説法八幡四世の法門で言われていますし、それだけのいろんな気類が修行がですね、仏になっていくという道をですね、お示しになっているところですね、本当に一部の限られたものしか仏の道を歩めないということであれば、お釈迦様当時の場合出家しないお弟子もいたわけですから、ビクニがですね、たくさんいたわけですから、それとも矛盾いたしますし、
でまた仏教自体が仏教の教えそのものが仏教を否定するということになりかねないですね。縁起の教えですから、そうですね、ことが成り立って、相関関係であるということの、うん、断りが仏教だと思いますので、うん、ですから一部のものが救われないと排除してしまっては縁起の思想自体が成り立たないとなりますね、うんうん、だから、まあ、今日はご住職というかご尊師は大乗仏教は基本的にやっぱり仏説であると、はいはい、仏説でないとその辺 の、ね、同じフィールドでお話しさせていただいていいわけですよ、ね、そうですね、仏説でないと、はい、それはありがたいことですよ、輝きがなくなると思いますね。もう話が面倒くさくなっちゃいますからね、そこから話を始めるそうですね。じゃあその上で、